R1M と共に行く。おっさんライダーの日記帳。始まるよー。先日、サーキットに行った際に、トランポの車内でフロントホイールクランプから、バイクを下ろすことに苦労されている方が、お見えでしたので、私のやり方を動画にして、アップしてみようと思いました。まずは普通の方法です。上半身の反動と、フロントサスペンションの反力を、使って、一気に下ろしてしまいます。ただしこの方法は、私のような腰痛持ちは、注意が必要です。下手をするとぎっくり腰になってしまいます。続いてトランポ車内での、フロントホイールクランプの外し方です。トランポ車内は天井が、低いので、先ほどのように上半身の、反動を利用することができません。このように上半身を低くして、力任せに外そうとしても、なかなかうまくはいきません。それどころか、無理な姿勢で力を使うと、腰の骨から破滅の音が、聞こえてしまうかもしれません。諦めました。嘘です。それではやってみます。使用するのはフロントブレーキです。右手にご注目ください。上半身の力で、フロントサスを縮めて、反力で伸びる瞬間に、フロントブレーキを離します。フロントサスが伸びきって、クランプが戻ろうとする瞬間に、またフロントブレーキを、かけます。この動作を繰り返すことで、上半身の引く力を、使わなくても、簡単にクランプを外すことができます。また、フロントブレーキを、かけている間は、クランプが元に戻りませんので、バイクを後方に引き続ける必要は、ありません。トランポ車内で、クランプを外すのに苦労されておられる方が、お見えでしたら、ぜひ一度、お試しください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。